司会者 RE 経営の島田です。今回の動画はですね、会計事務所のマス部門、もしくはマス担当が年間コンサル売上1人1200万円以上を上げるには何が必要なのかと、ね、いう話をさせてもらいます。で、実際マス部門の担当が育たない理由というのも結局これとリンクしてるんですね。まあ、会計事務所でコンサルタント部門を立ち上げたい、マス部門で年間1200万円以上売り上げを上げたい、ね、マス業務専任者をつけるレベルの安定した売り上げを作りたい、ね、所長ばっかりがマスができるんじゃなくて職員にもさせたい、まあ、いろいろこと思いがあると思うんです、ね、マス業務の確立を目指す、ね、会計事務所の中で、大きく2つ分かれるんですね。まずマス業務も事務所の付加価値レベルの提供ということで求めている事務所、ね、いや付加価値として認めてくれればいいんだよっていう考え方と、もう一個は、いや、やるからには生産性を上げたいと、ちゃんとマスで売り上げを作りたいという2つに分かれているんですね。こう単独生産性が1人1200万以上、これを安定して叩き出している会計事務所のコンサルタントというのはかなり少数派じゃないかと思いますね。いると思いますけどね、少ないと思いますね。なぜ会計事務所の、ね、コンサルタント部門って成り立たないのか、成り立ちにくいのか、今まで。まずね、1番目、専任者の役職が低いと。専任者を育成したいなら最低でも部長、事業部長の名称が必要です。できればコンサルタント部門の事業部長、または別会社の代表とか専務とか、そういう名前をつけましょうよと、ね、名前が人を育てるわけですから、ね、特にね、経営者と向き合い本音を言ってもらうにはコンサルタントの役職は高い方がいいです、当然ね。で、コンサルタントの給与というのは生産性と連動させればいいんですから、マス部門の責任者として高い役職を与えても給料はその数字が上がらなければあんまり上がりませんよね。それは構いません。そうでも、まあ、手当ぐらい、役職手当ぐらい出しましょうけどね。まあ、私がね、20年以上コンサルティングしている税理士法人があります。ここでマス部門の責任者を子会社の社長にしてます。彼は20代から社長をしてます。だから忠誠心も高いし、本人の成長意欲も高くて、一人会社ではありますけども1200万円以上安定して稼いでる。やっぱり役職大事でしょうね。2番目、専任者が所長以上にブランディングしていない。ブランディングをしないと無理だよねってことですね。もう所長はどうでもいいんです。マス責任者が安定してあげてるそのためには、その個人をブランディングすることが不可欠です。ある意味所長以上に露出し知名度を上げることなんですね。ブランディングで一番いいのはやっぱり出版です。まあ、本はね、売れるとか売れないに関係ないんです。出すことに意味がある。本を出せば検索にも引っかかる、 Amazon でも引っかかる。で、著者として名刺も、名刺側でプレゼントもできる、ね、見込み客もね、本出されてるんですねと一目置かれます。特に国家資格ではないコンサルタントは実績とイメージが受注に大きな影響を与えますから、本を出すことがとても重要なんです。だからね、所長には自分以上にマス部門の責任者を目立たせるということを許す度量がないと、マス部門は自立しませんよということですね。しかもね、このマス部門が安定生産性を維持するまでには数年の時間がかかります。その人が辞めないという前提で、それまでの経費負担、ね、この投資が続くんです。これも所長の覚悟の有無次第、継続ができるかどうかは本当所長次第ですね、気持ち次第ですね。すぐはダメだ、諦めたって言ったら人も育たないし、マスも無理です。3番目、見込み客へ届ける継続コンテンツがないと。まずマス部門のですね、見込み客はとりあえず会計事務所の顧問先になります。しかしこの顧問先は小規模顧問先が多くて、会計事務所の顧問先だけではすぐにですね、先細りになっていくんです。常にマス部門の責任者は新規開拓が必要なんです。でもこれをやらないからマス部門は安定した生産性が上がらないんですね。で、仮にね、やってますよって言ってもね、せいぜい年2、3回のセミナー程度、しかも新規客は皆無、ほとんど来ない。またね、一度セミナーを受講した見込み客にもね、送ってるのはセミナーの案内、年賀状、もうこの程度しか送ってない。
まあ、仮に送ったとしても、あと事務所の会計事務所の通信ぐらい。見込み客に興味を持ってもらって、いつでもアポが取れる関係性を維持するには、ちゃんとした定期コンテンツを出し続けることが必要なんですね。そうしないと、せっかくの見込み客から忘れられます。定期コンテンツというのは、ブログ、メールマガ、SNS、ファックス、郵送物、何でも結構です。ね、マス部門での定期コンテンツを常に作成することが、実は大事なルーチンなのにやらないと。だから私なんかよくのは、そのマス部門担当者にね、午前中はね、事務所にいてコンテンツを作れと。で、会議とか顧問先とかコンサルティングは昼から行けというふうによく言うんです。午前中ね、頭が一番ぐるぐる回るんだから、コンテンツを作るクリエイティブな時間に与えなさいと言ってますね。で、4番目、評価基準も労務形態も監査部門とは明らかに違います。だから人事評価も当然変わってきます、ね、生産性結果だけならばその同じでもいいですよ。売上高に対する、例えばその結果だけならば、しかし KPI 評価を導入したり安定するならば、安定顧客に守られている監査部門とは分けた人事効果が必要です。かたや農耕民族、監査部門はね、かたや狩猟民族に近いんです、ね、なぜならば、ね、今日の売り上げはないけども、ですか、コンサル部門の KPI でしょうね、今日の売り上げはないけども、例えば見込み客リスト数が増えていってる、セミナーの開催数が多い、コンテンツ作成数、ね、お呼ばれ講演の回数、無料勉強回数、企画書提出数、こういう仕掛け行動がマス部門では大事な評価基準になっていくんですね。またですね、時間も不規則です。クライアントの都合で夜の業務や面談が入ったり、土日が研修になることも普通です。昼間の仕事とかで終わる監査部門とは明らかに労務形態が違います。まあ、みなし労働しないと残業代ばっかりが膨らんでいく形態ですね。だからその若干給料が高めになってくるんですよ。生産性が上がらないけど、当面はまあね、日当を厚くするという方法もあります。あとね、意外に多いのはね、マス部門に協力しない監査部門、ね、マス部門が続かない原因の一つにですね、古巣の監査部門が協力しないというのがあるんですね。同じ会計事務所なのに、マス部門の企画に積極的に協力支援しない、ね、ここでもですね、本音が、監査担当者の本音があるんですね。同じ事務所であっても、もしマス部門の仕事でクレームがあれば、自分の立場が危ない。これ監査担当者の言葉ですよ。協力しても自分の人事評価にあまり影響しない。何にもプラスならない。ね、顧問さんの収支状況を知っているので、別料金のマス売り上げが言いにくい。もう最初からね、忖度してるんですね、そのお客さんのことを。ね、そうやって事務所内でのね、協力支援がもらえないから、外部での顧問さん開拓を目指していくしかないんです。それで挫折していくマス部門は結構多い。一つのマス部門の生産性の基準である1人当たり1200万、これを実現するにはいろんな要素が必要なわけですね。まあ今ね、こういうものを解決していくために、今我々は2023年に向けてですね、新しいマスターコースをね、今検討中なんですね。まあマス部門の強化策につきましてね、またいろいろとご案内がありますから、またよく見ておいてもらいたいと思います。はい、では今回は以上です。